前日9月30日に先発した巨人畑青州投手23が中0日でマウンドに上がった。前日は半身上本への頭部支給でわずか4球で危険球退場。一夜開けたこの日は1点を追う5回から2番手として登板した。だが5回一死で上本にど真ん中への148キロ直球を左翼席に運ばれると続く糸井にも 右翼席に連続ソロ弾を浴びた。7回までを投げ、3イニング58球で2本塁打、含む4安打に失点だった。2日連続でチャンスをいただいたのに、申し訳ないです。上本さんには、試合前に自分から謝った時に、うまく避けられなくて、ごめんなと言っていただきました。対戦した時は、自分の中では向かっていこうと思っていたんですが、実際の球がどうだったかはわかりません。 悔しいですと振り返った。